ました。なんかすごい皆さんがコメントをいただいたりとかして、あ、やっぱなんか YouTube ってすごいこう距離近くなって、あ、いいな、自然体だよね。普段普段っぽい。もうだってこういう感じだもん。なんとですね、今日はなんか俺の相棒いくこからのなんか持ち込み企画あるんだって。はい、もうね、やっぱ YouTube をよくよく僕も研究しました。 YouTube 考察、傾向と対策、傾向と対策。YouTube 見てて思ったのが、ゲームっぽいことがあると結構見てて楽しい。確かにね、ゲームっぽいことっていうのは全くやってないでしょ。もう少しちょっとね、ゲーム性があるものを本日持ち込み企画させていただきたいと思いました。普段ちょっと一回目をつぶってください。ちょっと準備します。はい、いい。それでは、はい、ご覧ください。おおおお、いちご、いちごです。今回の企画は、引きいちご体験。やったな。やりました。いや、なんでかっていうと、1回目の動画でも言ってましたけど、はいはいはい、もう美味しいものを食べるの大好きで、いろんな美味しいところも結構食べさせてもらってると。俺がね、確かにね。ということはさぞかし、もう舌が肥えてきているのではないかと。なるほど。ということで、さまざまなイチゴを食べて、で自分が食べたイチゴが何かを当ててもらうと。しかもイチゴ好きでしょ。イチゴは好きなの。イチゴ好きだよね、ちゃんと。だからもうこう YouTube らしく、ちょっと前の YouTube。 さんさんいろんな YouTuber の人でもこすり切った。どうですか、自信はある？あのね、相手が悪い。え、何を隠そう、私高校3年間、そして卒業してからの1年半ぐらい、そうだ、八百屋で働いてたんだよ。八百屋で働いてましたよ、私は。店頭でイチゴバンバン売りまくってた。所沢のね、小手差しね。小手差しか、うん、ってことは自信があると。え、これじゃあルール的にはどうすりゃいいんだ。全部一旦一口ずつ食べてもらいます。はい、全部ね、全種類ね。そう、これまず全部何？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。これはいらないって。ああ、それイチゴ大福なんだね。どういうこと？実はこのイチゴ大福に使われているイチゴがこの中にあるんです。で、それを最後にイチゴ大福食べながら開けてください。なるほどね。いや、なのでまずは、それぞれ、ね、全部食べてみよう。食べてみよう。はい、ということで。はい、まず味を覚えてください。私とって、お、じゃあまずここからいくよ。はい、栃木県のスカイベリーからいきます。これは知ってるやつ。でもね、スカイベリーとかにもランクがあるんだよ。このね、大体ね、この ランクがここに書いてあるんです。ここに。あ、ほんとだ。うん、でここに特級とか州とかさ、で階級とかあってさ、うわ、今日特級だよとか、丸得来てるよとか、そういう会話が八百屋の中ではあるんですよ。へえ。これがね、1パック1299円。これで220円か。そうです。これちょっとイチゴのさ、ツーな食い方知ってるか。え、みんなこういくでしょ。肉食べやすい。こっちからいくでしょ、食通たちは。イチゴこっちから行くから、イチゴの糖度ってこっちに行けば行くほど上がるんですよ。甘い、先っちょの方が。で、甘い方から食っていくとどんどん酸っぱくなる。そっか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 。こっちから食っていったら、ここも甘く感じて、さらに最後もろが甘くなっていくから、だから食通たちはこっちから食っていく。おぉ、うん、うまい、うまい。ちゃんと味も覚えてくる。覚えてるよ、今めっちゃインプットしてる。喋りかけないで。 YouTube だから。今のがスカイベリーね。覚えたぞ。はい、これはジョジョのキャラクターね。はい、じゃあこちら、続きまして、いちごさんです、それ。あ、これいちごさんの名前なの。確かにいちごさん書いてある。これは1パックで1080円。おお、じゃあ1個100円ぐらいか。
一応ご参いただきます。はい、うん、全然香りが違う。おぉ、いちごさん、ものすごいやっぱりいちごの香りが強い。これ生かしてよ、紅ほっぺ。こちら、1パックで1500円。うわ、結構うまそうに食うな。紅ほっぺは、こことここが全く違う味の質がする。この上下の差が紅ほっぺです。こちら何でしょう。これはですね、日のしずくでございます。日のしずく、すごいもんだって書く。これパフェが入るカップに入ってるよ。これは高級でしょうよ。一粒いくらよこれ。こちら一粒540円。これ一粒540円。はい、今回の中で一番高額。高額です、一粒あたりの。日のしずくさん、いちごからいちごが飛び出そうとしてる形してるもんね。日のしずくね、熊本県産日のしずくいただきます。どうぞ。今のこれの全部を集団してるのがこれって感じでした。だからみずみずしさ、甘み、香り全部持ってる。総攻守、黄金時代の秋山ですね。おお、西武ライオンズ、西武ライオンズの秋山選手。はいはい、これもすごいよ。ごめん、うん、大きみ、うん、これが一つ864円。864円。確かにでかい、でかくて形がいい。綺麗、めっちゃ形いい。お、大きめどこさんですか。これはですね、独立行政法人九州沖縄農業研究センターにおいて選抜育成されたイチゴです。情報が多すぎてわかんない。つまりサラブレッドです。いやもう令和の時代のイチゴよこれ。そうだね、令和の怪物だね。おい、あーちょっと待って、いやうめえ。あ、綺麗な味、綺麗な味。だからうますぎると科学を感じるよね。野生感はないんだ。なるほど、だからもう本当にもう綺麗、本当に綺麗、雑味が全くないって感じ。結局問題は、はい、一回ベリーの味を忘れた。一回白行こう。これ何？こちら、こういうの、うん、これ一つ行こう。こちらが972円。ちょっと待って、1位じゃん。なんなんだよお前。お前なんなんだよ。待って、お前さっきこの日の、なんで日のしずく、日のしずくが、ね、日のしずく1位って言って、いやごめんなさいって言って、大きめ1位って言って、散々俺これたちをこう1位っぽいコメントを残した後にこれが1位ですわ。お前ないでしょうよ。これがね、これなんだっけ名前。これがね、初恋の香りです。だから恋の、分かるかな、甘酸っぱいってこと。一番って初恋なのよ。あの甘酸っぱさっていうのはもう、そう、二度と味わえることではない。だからこう、ランキングとかじゃないの。チート的なノリね。そう、一生に一回しかない。白いよ、みんな。ちょっといただきますよ。100%これは当てられる。よく言ったもんだよ、初恋の香りとは。ほうほうほう。正直そのイチゴの実がめちゃめちゃ甘いかっていうと、うん、違うよ。でも香りがすっごい、ほんとオンリーワンな香りしてる。じゃあ続いて、はい、夢の花。夢の花、ありがとうございます。夢の花さんです。こちらもですね、一つ540円。いや、ちょっと待って、すげえな、今俺いくら分食ってんの。すごいよ、麻痺してきた。いきます、夢の花。これちょっと待って、うまい。これ絶対うまいのよ。いや、うまいから。でもちょっと待って、下の容量、メモリの無駄遣い。ちょっとスピーディーにいきましょう。そうね、ちょっとそうだそうだ、じゃあ味忘れないように。はい、そうそうそう。次これは、はい、次そちらがですね、これは女宝、女宝、あ、巨峰の女に巨峰の方ってこと。そう、うん、かわいいわ。だからなんか見た目、うん、なんか女性的ではある、確かに、うん、こちら6個入り1500円になりますので、うん、1500円ね、うん、いただきます。
分かる、これは分かった。オッケーオッケーオッケー、うん、続いて、はい、はい、いきます。これよ、皆さんご存知、うん、はい、これは私よく売ってましたから、いや安心する、安心するよ、とちおとめ、はい、これが、1パック1000円、とちおとめの中では結構いいとちおとめだよ、これ。いただきます、はい、1パック1000円、とちおとめ10個じゃなくて、これが俺のいちご。あー、でもうまい。これは群馬ね、うん、うん、弥生姫、弥生姫、はい、1パック今度は530円、やっと1個100円を切るイチゴになってきた、になってきたよ、すごいな、形がもう弥生姫の形、おてんばだなあたい弥生姫ってんだはい、じゃあいただきます。はい、弥生姫、うん、これはわかる。おお、とちおとめとこれは分かるな。なんかこれが一番だから自分の口になんか知ってるイチゴだから。なるほど。じゃあこれ静岡のきらびか、きらぴかね、あ、きらぴか、はい静岡県ワンパック800円。あー、もう全然分かんない、さっきの同じだったなうまいんだよいや、うまいんだけど、さっきも同じだったの。甘王お願いします。甘王、これ、これ甘王、はい、これが、これ結構また高級ラインじゃん。そうなんだよ、やっぱ一粒をね、しっかりとこう、あ、540円、じゃあ、いただきます。はい、これが甘王か。甘王ってでも結構有名じゃない。うんうん、なんか甘王の商品が結構出るじゃん。確かに。ラスト、はい、これマリ姫ね。はい、マリ姫です。これ結構いい値段すんじゃないの。うん、これはね、500円。じゃあ割り姫、分かる、はい、うん、どうでしょう。うまいよ、うまいけど、うん、これの問題を言うと、はい、お腹がいっぱいでしょうねあれよ、でもこれでイチゴ食っただけでもう動画終われないから、イチゴパーティーをしたっていう思い出ができたってことじゃないダメよ、もうこっから引き返せない、やんぞー。一回目隠し一口食べで、私が食べたのは、はい、いいよ、いい、では参ります。一口目、あ、一つ目、はい、口開けて、はい、はい、ちょっと 3個ぐらい行かして、あ、どういうこと、3個ぐらいバーって行かして、あ、なるほどなるほど、それの方が多分分かる気がする。オーケーオーケーオーケー、比較するようにね、うんうんうん、じゃあ続いて、うん、はいはいはい、どう、これはもういらないね、もう一つ、これは私がいただきますなんか仲良しお前なんかお前なんかくだらねえフェイントみたいなことやってないダメんだよ。では3つ目、はい、はい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 、5ついこう、5ついく、うん、5ついく、基準が結構できてきた自分の中で、分かるね、もう一回言うよ、基準ができてきてるから続いては、うん、うん、不条理って言って、下の取り方が甘いかお前下の取り方膠着してるなじゃあ続きましてはこちらです。はい、あれ、そうってくるの、さっきの何、はい、わかりました、ちょっと一旦一回ここまでの方言いたい、うわぁ、シャバの光がすごいまず、じゃあ行きましょう、一つ目、5個目からいくよ、5個目から、はい、どうぞ、5個目はとちおとめです。正解だろ、すごい、とちおとめの1個前の結構でかいやつ、はい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 、私が4個目に食べたのは、はい、弥生姫です。
ブー。嘘。うん。じゃあ1個目はね、はい、1個目1個目はね、はい、ね、結構いい位置を食わしたね。お1個目から、うん、大きみ、大きみが1個目です。正解。ほらー、おー、すごい、すごい、え、すごくない？すごいよ、すごい、すごい、すごい、うん、で、2個目が、うん、弥生姫はどっかで食ったと思うんだよ、ミカさんに、うん、下手の香りがしちゃったから分かった、はい、ごめん。じゃあ4個目火の雫だわ。外れです。あれ、いや4個目分かってほしいんだよな。え、弥生姫は1回も出てない。弥生姫入ってございません。うわマジかよ、弥生姫入ってないか。はい、2がスカイベリーだ。みずみずしいから。おいはずれ。2と3とも外してるわ。待ってくれよ。え、2、3は何じゃ。じゃあいきます。2、紅ほっぺ。うわー、そうか。いや、なんかね、前半に食ったやつっぽかったの。そう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 、そうなの、そうなの、そうなの。で、4番目がスカイベリー。だ、とちおとめの前にスカイベリー食べる。仕方前半固めるってなんだよ。それがこのままだ。そう、これが一個のままだ。でも、そしたら俺3番は分かってほしかった。あまお。おいいちごさん、初恋の香りです。それは当てたかった。そうだよ、これは絶対分かるって言ってたよ。どうしたねえよ、ちょっと動画の後見返して、うん、俺3で下手の味するって言わなかった。この取り方が甘いから。ちょっと待って、残ってるものを俺ちょっと一回把握するわ。あ、そうだね。いちごさん、火のしずく、まりひめ、きらぴか、あまおう、夢のか、やよいひめ、女宝。女宝ね。はい、オッケー、よろしい、うん、よ。続いてはこれを食べてもらいます。もうね、口がいちごじゃねえんだよ。あったかいお茶の口になってんだよ、ね、これ。はい、くせげてください。おい、はい、これは 100% 分かったぞ。これはね、もう、うん、いい、言っちゃっていい。うん、女宝です。女宝。待て、お前、また負けしたな。うん、キラピカだ。おー、一回女宝かと思いきや、いちごさん、女宝でした。言え、なんでお前さん、お前やめろよ、お前それはさ、ダメじゃん。もう俺に惑わされるようじゃさ、自分の舌を信じてよ。続いては、うん、こちらにします。消去法でいくよ、うん、今ね、いちごさんでも甘おでも弥生姫でもないっていうことをしたいから、はい、あと2個ぐらい。なるほどね。はい、では続いてはシンプル。続いてはこちらです。うん、以上3つ。はい、ではオープン。はい、疑いがあるのはマリヒメ、火のしずく。お、2個目に食ったのは絶対火のしずく。だからマリヒメ、火のしずく、アマオの順番だ。どうや。おまず、はい、火のしずく正解。すごいね、わかるんだ。あれわかる、火のしずくは超わかりやすい。あ、そうなんだ。続いてマリーネは当たってますけど、うん、3個目うわぁ、そうか。3個目は弥生姫。弥生姫か。ちょっと待って、今じゃあ、あといちごさんとキラピカと、はい、アマオか。あ、あとそれがあるの、夢のか。夢のかね。はい、参照はしてるね。参照してる。いや、いい、いい、いいよ。打率だったらいいんじゃない。野球打率で考えてくれ。野球で考えてくれてる。うん、ありがとう。ということで、最後残り4個、うん、
まあ、一気にします。一気にこう、はい、最後はもう面白いかどうかとか言われる。めちゃめちゃ勝負だ。もういい、 YouTube のことなんてもう一回忘れよ。まずは一つ目、こちら。いい？いいよ。ではこちらです。なるほど、うん、なるほど。続いてこちらです。うんうんうん、はいはいはい。あー、ガッツポーズ。わかった。待ってこれはわかったぞ。俺マジパーフェクトいくよ。これはこれはいい。待って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 。よっしゃー、はい、当てよ当てよ。残ってるのは、いちごさん、夢の丘、甘おう、きらぴか。1個目、はい、きらぴか、うん、2個目、甘おう、3個目、夢の丘、うん、4個目、いちごさん。惜しい、惜しいよ。分かった。ね、キラピカがちょっと分かんなかった正直。あっ、でその後全部こう整えたからキラピカが生みてきた。最後のいちごさんって言ってたのは、俺結構にあの言ってたじゃん、いちごさん結構香りよ。うん、確かに。だから俺結構香り覚えるのが得意のが、ちょっと量が多かったかもしれない。俺何個食って、30個食ってんじゃない。食ったね。キキイチゴやりましたけど、割と正解率高かったね。これ結構でも確かにいけんなって思った。もうちょっと数、じゃあ次ね、なんかやるときもう少し数少なめにしたら本当全問正解できるかっていうの。確かにね、やりたい。でもちょっと誤算だった。こんなに時間かかると思わなかった。お腹壊しちゃう。いやでも面白かった。面白いね、結構めちゃめちゃ面白かった。結構燃える、燃えるね。ただ一番最後にあのちょっと見えてるかもしれないです。見えてて、俺はできるだけそれなくしてそのやらなきゃダメか。これだけ、はい、イチゴを食べてきた俺だったら、うん、イチゴ大福ですよね。はい、使われてるイチゴが何なのかぐらいは当てられて当然でしょってことでしょ。そういうことです。どうよ、いちご大福のいちごだけ食おうとしてるってこと？厳しいなぁ。そうだね。そうでしょ、だっていちご大福とはね、これだってキキイチゴと同じになっちゃうから。大福のそのあんま甘なあんこの中から俺はいちごを嗅ぎ分ける。うん、分かんねえよ。香りを見極めるでしょ。もうすぐもう大福とあんこ入ってきてるから分かんねえよ。わかんない、全然。いちご一瞬だもん。一瞬にしてあんこがさらってく。なんのこっちゃよ。いちごいたっていう。あれ、でもこっちだね。本当にそれか何。弥生姫か。嘘でしょ。ヒントいい。大福1個350円です。ちょっと喧嘩うんじゃない。ほら疲れちゃってるけど大丈夫。一番最後のクイズですからね。うん、一番最後のクイズ。え、とちょっとでしょ。あなたが食べたいちご大福の350円。今はまんないじゃんって。いちごは、うん、ベニホッペです。なんでだよ。ベニホッペ高くなかった？ベニホッペは高くないよ。1個くらい。1パック1500円。撤収。いちご撤収して、いちご撤収しよう。あったかお茶飲もう。そうだね、うん。はい、ということでですね、皆さん持ち込み企画、いや、いくお持ち込み企画でも面白い。だからこれからもだから一応いくお持ち込み企画シリーズでもなんか今回嬉しかったですよ。なんかね、初めてやってみると分かることもあるね。い
YouTube って確かにね、そう、そんな甘いもんじゃない。予定調はゼロ。でも皆さんから募集しよう。ぜひちょっと郁夫に言ってください。ああ確かに、うん、俺にじゃなくて郁夫こういうのやった方がいいよっつって、郁夫もちゃんとコメント見て募集してまーすということですね、皆さん、今回は聞きいちご企画やらせていただきました。郁夫持ち込み企画第1弾ということで、ぜひ皆さんいいねボタンとってコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。エグザイルの音、オネスト TV でした。疲れてるね。疲れた。しばらくイチゴいいわ。そうね。